Hey you guys, 今日はね、ちょっと受け取った質問について答えていきたいなって思っております。これは、ね、変わらない毎日、少しの幸せはもちろんあるし、感謝もしているけど、このまま続いていくことに不安や、ちょっとした絶望感がある。 どうやったら変われるなのかどうやったらもっと幸せになれるんだろうか、ね、自分が心からこれがやりたいって情熱的になるものはないし今の仕事や人生にしっくりきてこないところがあるどうやったら変われるのか自分で考えてもよくわからないし深く考えるのも難しく考える変わりたいけど何からすればいいのか分からなくて何もできない状態がつらいっていう質問を、ね、受け取ったんですよ。 実はね、ちょっとこのビデオを撮る前に新しいビジネス本当に心のビジネスで成功する3つの柱っていうビデオを紹介させていただいたんですよ。ね、どういうことかっていうと自分が何かをやりたいビジネスでやりたいなとか、ね、最初は心から感じることだよねなんかラーメン屋やりたいとか、ね、音楽聴きたいとか、ね、ライフコーチになりたいとかアーティストになりたいとか何でもいいよ YouTube やってみたいとかパソコン教室開きたいとか。 ね、心から感じることなんだけど実際にこれをリアルにやっていくとこれが全部テクニカルなことに変わっちゃうんだよね。ここれは僕は僕の テクニカルな柱の一つって呼んんででいるんですよどういうことかっていうと例えば YouTube っていうことをやっていきたいんだったらね実際にカメラの使い方を学ばないといけない音声のやり方編集証明バックグラウンドとかねいろいろ学ばないといけないんですよサムネイルの作り方とかねラーメン屋さんだったらラーメンもいっぱいあるでしょうやり方ラーメンの汁とか麺とかどこで麺を買うのかど何分でいつ出して掃除のやり方とかいっぱいこういうテクニカルなやり方っていうのがあるのね。 で僕たちはなんかその学校っていうところ、ね、本当に学校とか大学とかもあるんだけど、やっぱりこのテクニカルなところを勉強しているなんか今の今の人類はテクニカルな特に日本はテクニカルことに集中してでそれしかないって思っているっていうかなんかマスメディア的にはテクニカルなことが普通で他にはないよみたいなことだと思うんだよね。でも実際にビジネスっていうのはそれだけじゃなくてねもちろんテクニカルな 何なこともやらないといけないんだけどもう一つの柱っていうのは誰かの役に立つっていう柱があるんだよね,ね役に立たないといけないんだよだから自分のビジネスっていうのはお客さんに役に立たないといけないのね的なことだけを考えてどうやって売り上げを上げるんだどうやって儲かるんだってねそれはどうやったら本当に お客さんのためになるんだろうどうやったら自分のラーメンでお客さんを笑顔にさせるんだろうって自分の曲で自分の YouTube でスマイルを届けられるんだろうってこのビジネスにしていくんだったら自分にも自分にやるのも役に立たないといけないのねだから無料でラーメン作って自分の借金にするっていうのは自分のためになってないわけよ自分っていう本当の自分っていう姿とその自分に合うエネルギー ではないエネルギーが自分に戻ってきてるのね、ね、向けるね、本当の自分、本当のあなたっていう自分に。 合、ね、うエネルギーが戻ってきたら、ね、幸せなんだけど自分と合わないエネルギーが自分のところに入ってきててそれは例えばその借金してラーメンやって開いてみんなのためにやろうとしたんだけどできなかったみたいな、ね、そういうことなんですよ。で3つ目がマインドゲーム自分でメンタルのどこにフォーカスを置くのか、ね、例えばビジネスをやっている時にこういうのやったら無理だよねって思って、ね、なんかそんな私には無理なんだなって、ね、そういうことを思っていると。 ビジネスは成功できなないわけなんですよ、ね、でよくこのビジネスっていうのを考えてみると何をやるかっていうとなんか蝶々自分が蝶々で蝶々として咲いていって飛んでいくっていうことをやってるだけなんだよねビジネスっていうのは。 ね、よく考えてみるとそうなんですよ。どういうことかっていうとね蝶々っていうのはなんかさ虫みたいな感じでちょっとねなんかねなんかね職場じゃないけどあれ登ってきてさで葉っぱの後ろになんかこうやってもよ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 ,もよ、ね、糸引いてでそこからなんかこう違う違う違うみたいな感じで生まれてくるじゃん。ね、何をやっているのかっていうと本当の自分に戻っていくっていうか本当の自分に変わっていく本当の自分になっていくっていうことだよね。 でここが今日のポイントなんだよね。ねもし自分の、ね、人生がつらい、ね、これなんて書いてあったか変わらない毎日とか、ね、情熱的になれるものもないとか。 辛いこのまま続いていくのが不安とか絶望感があるっていうことはどういうことかっていうとあなたっていうエネルギーあな,たのあなたは実は蝶々みたいなねあなたっていう本当のあなたに合わないエネルギーが今現実的に戻ってきてるっていうかそれを感じていることだと思うんですよ僕が思うのはね。ねななののでこのあなたと 会う同じバイブレーションあなたのようにあなたのように幸せでそういう現実が戻ってくるとあなたはあはーってなってよっしゃーってなってそのワクワクとか幸せとかもっと感謝があふれたり来たりもう自然に行動ができるようになったりするわけなんですよ、ね。行動っていうのはやる気で行動するのじゃないのね。それはあるバイブレーションの なんか、もうちょっと、なんか、低いっていうか、重いやり方なんだよね。動きたくねえなあ、でも、しかしたくねえからやらないといけないんだよっしゃ、かかってこいやー、みたいな。優先しよう、ー、ファイト、やる気、10秒の法則、5秒の法則、あうわー、みたいな。ね。それは、それでいいのよ。ありなのよ。で、それやってて楽しいんだったら、もう、やりまくって、すごいいいことだから、僕もそれずっとやってた時あるよ。あ、ブルーがカメラをしたね。大丈夫かな、今。ね,ねカメラ上がっちゃったね。動いちゃったね。大丈夫かな。 でポイントはそのやり方じゃなくてね蝶々みたいに飛んでいくっていうで風を風風と一緒に長さがれていくっていうのができるんですよ。ねこれをイメージするとね例えばタカとかイーグルってある程度飛んでいくと空の上に上がっていくと空気をリフトして空気キャッチしてで今度空気がねその 高イーグルを上げてくれるんだよね。で、空気を使っていくわけよ。ね、空気を使っていくわけよ。で、どういうことかっていうと、これはワクワクとか心が望むことがもう自分のワクワクを止めることができないっていう状態なんだよね。 ね、本当にもう直感でこれだとかもう声が聞こえるとか中には声が聞こえる人もいるし感情で分かる人もいるし色で分かる人もいるしなんかキラキラしてるとかもう直感とか、ね、そういうことなんですよ。Sense 自分にこの新しいセンスっていうのが直感的に分かるんだよね。ねで自分が勝手にそっちの方が気持ちいいんですよ動く方が気持ちいいから自分が動くことができるようにでもこれは、ね、スキルなんだよね。 ね、スキルなんだよ、ねね、でどうやってやるかっていうとこれは風がいっぱい流れているところで自分が高いバイブレーション自分が高い高さにとどんでいる時に、ね、イメージで言うとそうすると楽なんだけど、ね、できるんだけど自分が低いところにいるまだ森の下とかにいると。 森の上で山の上で飛んでるとそれが楽にできるんだけどこの山の下っていうかふもとにいて、ね、まだなんか歩いてると飛んでないとそれが難しいわけよまだそこにはなんか虎とか恐怖のものがいっぱいあるから飛ぼうとしても自分がリラックスできないのね自分の直感使おうと思ってもダメよ、そんなの悪いことが起こるわよって。 ね、テレビつけると虎がいて悪いことが起こりますってでその番組の、ね、CM になんかこれ買ってくださいこれ買わないと髪がキラキラになってあなたはあのとか,、ね、なんかこのメイク使わないとあなたは年取るんですみたいなそこでまた虎、ね、が出てきてで仕事を、ね、みんなその仕事に行く時もなんか毎年社もなんかやっべえみたいな感じでつれえみたいなのもそもそもそれが自分と合わないなんかすげえつらいっていうの、まあ、好きな人は別にいいんだけど、ね、仕事に着いたら上司がお前はできねえやつなっていつもプンプン怒って。 って,てあなたはダメなんだ、あなたはダメなんだって、そういう自分の体がこの恐怖の衝撃、それエネルギーだからね、ブルー、ブルお前さ、カメラ触るのやめなさいって撮影中、あそこにねあの、おもちゃグッズがあるんで、そこでちょっとブルーがやってんだけど、オッケーで、何言ってたっけ、エネルギーなんだよね、その恐怖っていうのが。で自分の 体の中にそういうエネルギーのドッコンド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 コン,ドコンっていう怖いのがいつも衝撃的にあるとうわーってなるとその直感的にこっちの方が気持ちいいよねとかができないわけなんですよ。できないのよ。これは例えば僕もね例えば寝ないとか。 寝てないとか運動しないってなるとこの僕のなんかハイヤーパワーじゃないけどこの直感力っていうのがガーンってなっちゃってもう全部論理的最初3つの柱っていうのがあるって言ったよね。一つはそのテクニカルなこと ね、ビジネスをやるとき、ね、ラーメンだったらラーメンどのぐらいの汁を入れて、どのぐらいの麺がどこで購入するのか、YouTube だったらカメラとか、ね、何を話すのか、ね、で2つ目がその誰かの役に立たないといけないということで、3つ目がこのマインドゲーム、自分でチェックしないといけないわけよね。今、自分はどういう状態にいるのか、今、現実的に無理を。 無理な考えをしているのか今自分はネガティブなことを考えているのか今自分はこのネガティブのチャンネルテレビのチャンネルからもっとポジティブな幸せなチャンネルに変えることができるのか、ね、これが3つ目の柱なんだけどこのワークを続けていかないといけないわけよ、ね、で僕が言っているのは例えば僕が疲れている時とか寝てない時とか運動してない時っていうのはこういうなんか直感力がすごい鈍くなるから、ね、でそういう時はその10分の法則とか ね、5秒の法則とかルールを、5秒のルールを使って、運動、ね、スマホ、やべえ、もう10時半スマホ見てる、消す、もうキッチンに置いて、電源切って、でもう寝る、ね、アラームつけて、アラーム起きたらよっしゃーって言って走る、そうやって自分のレベルを上げていって、でそうすると僕の直感力っていうか、あのパワーがあの見える、もっと飛べるようになってくるんでね、恐怖が減っていくっていうか。ね、なので 僕のこの、ね、ポイントっていうのは、このビデオを見ていただいた中に、ポイントは2つあるんですよ。1つはこの蝶々の話を覚えてもらっていただければ、すごい嬉しいんですよね。今、あなたは蝶々じゃない虫みたいな感じなんだけど、あなたは実は蝶々なんですよ。で、あなたが変わっていく作業、あなたが何をやるかっていうと、本音でいればいいのね。 本当の怖いね。断りたいんだけど断れない人いるでしょう。ね。人間関係とかで。ね。別の人変えなくていいんだよ。自分がどうそのリアクションを取っているのかっていうところを変えるとか。ね。例えば自分がだらだらしていてこれやめた方がいいよねっていう習慣があったらそれをやめるとか。運動を取り組んでいく。瞑想を取り組んでいく。一日45分勉強する時間を取り組んでいく。こういうことを勉強したりとか。ね。 そういう形のワークっていうのにエネルギーを突っ込んでいく。ね、なぜかっていうとあなたは蝶々あなたはもう本当にこれから咲いていくわけなんですよ。であなたが咲いていないとあなたの感情がエネルギーとして感じるのがこれおかしいよね。あなたの本当の本音のバイブレーション本当の音ね。これ,これですよ。あなたのおりんの音この音。 がこんな感じでなってるから、おかしいわけよ、これ、それは人間は不安を感じたりとか、恐怖を感じたりとか、でこれ、おかしいなって、ね、なるわけなんですよ。で、この本音になっていく、ね、自分は本当に仕事っていうところで本音に輝いているのか。 もっと輝けるところで急に,急に仕事を辞,めちゃい辞めないほうがいいと思うよあ、まあ、別に辞めたいんだったらいいんだけどその仕事を辞めるんじゃなくてじゃあ夜の時間になんかアクセサリー作れるとか自分の趣味でちょっとね始めることができるとかそうやって自分が輝いていく自分の本音がああなってるっていうのを気づけるようになってもらいたいんですよ。ねねだから今の悩みっていうのはお金が入ってきたら治るのかっていうのはマス的マスメディアだったらお金が入ってきたら治りますよ。 万ね、宝くじ当たったらあなたの問題はなかますデータ見ると分かるでしょ、宝くじ当たると不幸になる人の、でそのだっけ5年活動、普通、前の時と同じように戻ってるとか、分かる、あなたが自分の感情、自分の管理、自分の行動の管理が上手じゃないのに、そんな大金が入ってきたら、ね他の人がそれくださいとか、人間関係が大変になったりとか、そういうのも考えられるじゃん。 ね、現実的にねだから何を,やった何,何をやるかっていうより何を理解していただきたいのはあなたはね蝶々なんだけど本当はね今蝶々じゃない蝶々が蝶々とふさわしくない現実の中で生きているわけよで周りの人が社会があなた蝶々になってはいけませんって子供の時からそういうのを教わってるわけなんですよ 日本の江戸時代とか考えてみて、農民の美しい子供ね、女の子が、私は農民じゃなくてアーティストになるの、私は踊るのって言ったら、あんたそんな蝶々になっちゃいけませんって。いけませんって。いや、私はでも蝶々なの。だめ、侍から首切られるよって。だめだよってで。自分が侍で ブルー頼むよそれもうやめようぜ自分が侍でねでそういうのおかしいですってお殿様に言ったら何言ってんだやめろってやめろってそれが社会なんだよそれがルールなんだよ蝶々になっちゃだめなんだよでもそれおかしいっすよ先輩って言って首も切られるわけよねで昭和の時代でもね戦争行きなさいって言っていやいや私は蝶々で人のためになることやるんですって何言ってんだって何言ってんだって 何言っっててんやわかるその波動のバイブレーション波動って言って波動けんじゃねえよそのバイブレーションその恐怖が本当だってわかるそれが本当だったんだよそれそれがやっとこれそれがなんかその水を、えー、湖に石を投げるとワン,ワン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 ってなるじゃんそれがやっと減ってくって言ってやっと蝶々になっていいんだってだからそれは怖いよって。 昭和,昭和生まれの皆さん、蝶々になっちゃいけませんよっていう、そこで育ったんだよ。ね、マインドゲーム、役に、誰かの役に立たないといけないっていう法則、ルー、これ、宇宙の法則なんですよ。ビジネス、好きなことで成功したいんだったら、自分のことだけ考えて、やり方だけ勉強してたら、うまくいくかって、うまくいくわけないでしょ。それが、なんか、サラリーマンのやり方でしょ。 言われたことはやれって、上司が言ってるのいや、上司、こういうこと、こういうアイディアいいんじゃないですか、何言ってんのお前、これができないのに、そんなこと言うなよって、俺がどのぐらいアイデアだと思うんだ、俺が上司からどのぐらい怒られたと思うか、社長見ろ、社長は口黙ってたから社長になれたんだぞ。<laughs> んやりたいことをやらなかったから社長になれたんだぞって、だから社長は偉いんだぞって、まだそういう会社、マジ、あるだろ、残ってるわけなのよ。 残ってるわけなのよ。だから、あなたがこれ、蝶々じゃねえなって思ったら、蝶々じゃねえなって、どこに喧嘩あおめえ、蝶々じゃねえからやめろって、そういうの、それを言えって言ってないんだよ、私は。私そういうことは言ってないよ、僕はね。ね。あ、これは私とマッチしないなって。ね。あ、ごめんなさい、私はちょっと、あの、その日は難しいんですとか。その程度に、あ、ちょ,ちょっと私、その日は予定があって、あ、ごめんなさい、その時間私、予定があってって。 そしたら自然に別の職場が現れるって宇宙いいんだよ宇宙いいんだよ本当はでも蝶々になってないからわからないんだって蝶々には必ず鼻が出てくるのよ鼻には必ず蝶々が出てくるのよ鼻がなかったら蝶々はないの蝶々は鼻がなかったらないのよ蜂もそうやろ 大丈夫なんだよこのフォース宇宙のフォースの一部なんですよ私たちは幸せになっていいんです幸せになっちゃダメだよってそこが自分のワークなのよそこがワークなんですよそこが仕事なんですよ、ね、会社に行ってこういう仕事で言われね、もう大切だよでもそのそれが自分の心のね仕事っていうか何が本当なのあなたは何なの もしあなたが蝶々でずっと蝶々じゃないと思っててパンってなんかこのね,ね90ねなんか99歳とか104歳になってピンピンコラリになってでお天に行ってどうだった蝶々楽しかったってえ蝶々だったのそうだよああそうだったよねああやっべー私はこの星に来てこういうところに来ていろんな不安とかいろんな恐怖があるんだけど幸せを届けていくっていうことをやろうとしたのに大丈夫お姉さんもう一回やる もう一回やってみる。やってみる。オッケー。ウオウギャアウギャアウギャア。今回は咲いていくぞーって。今回は咲いていくぞーって。忘れてないよーって。<laughs> <laughs> すげえこの話だ。<laughs> こんなこんなすごいこと話。<laughs> オッケー。はいということがね、あの今日のお話でした。 えー、よかったね。ぜひね、コメント、フィードバックとかをいただければ。 コメント読んでででますすので嬉しいです、right. であとね、もうちょっとこういうのをあの近く学んでいきたいなとっていう方たちはね、えー、と私あの、フライトプログラムっていうあのオンラインの、ね、マンスリーのコースをあの用意させていただきました。ここは Q&A とか実際になんかこういうところにぶつかってるんだけどっていう時に僕と実際に生であの相談をしたりとか、えーと、マンスリーレッスンっていうのがあって、えーと、6月と7月は人間関係っていうのをやったんだよね。その あのみんなでこれにフォーカスして人間関係を良くしていこうってどうやったらその人を尊敬できるのか自分を尊敬できるのか本当に自分を認められることができるのか自分を認めることができると他の人を認めることができるだから他の人がお前間違ってるぞって言ってもその人を認めているからその間違ってるぞっていうエネルギーに当たらない当たらない、ね、あの人も蝶々だからみんな蝶々だからみたいななんでこの蝶々ねえ蝶々うん ということなので、えー、ともし興味がありましたら、えーとね、8月から月額980円になりますので、ぜひね、ああのねあのこういうの学びが好きだったらね、すごいいいと思います。別にあのああのね <laughs> 自分と会うんだったら、ぜひ、そこでお会いできれば嬉しいです。Alright, you guys! また来週お会いできれば幸いです。I love you guys so much!